はい、どうも、フメイデオです。今回ですけども、三眼セレボでラインナップされていた、ラプンツェル&パスカル。こちらのスキル1がめちゃくちゃ強いんで、リアルなコイン稼ぎやっていこうかなと思います。はい。で、このツムのね、強さで言うと、もうパスカルのスキルがめちゃくちゃ強いです。で、パスカルのね、スキルが回りやすいですよ。そもそも。で、あと、まあ、変化するんですけど、30消去ぐらいできつつ、しかも、そのチェーンがですね、ボムキャンしなくても勝手に一括消去してくれるということで、そこがめちゃくちゃ強いんで、まあ、ちょっとリアルなやつやっていきたいと思います。まあ、自分使って平均5000近くかなと思いますけど、はい、いい時6000、7000とか出せてしまう、そんな鬼強でございます。ただですね、スキルマーが強いかって言われると普通っす。スキルマーの強さの恩恵はあんまないんですよ、この爪。ここが微妙なところですね。唯一。これもフィーバーいいですね。何が OK かは知らんけど OK。 40秒1500か。いやー、これはちょっとまずいか。ちょっとおミスですね。次フィーバーインのが良かったかな。いいね、いい感じにいけそうっすね。5000枚はね。ここもフィーバーインしたいけど、オラフ残るかな、これ。あいつも残ってる。ここもフィーバーインですね。悪くないぞ、悪くないぞ。いいね、モンワンフィーバーも、ま、ちゃんと調整すればいけるんで。いやー、繰り越しできなかったか。よし、タイムもないっす。めっちゃミスった。めっちゃミスった。めっちゃミスった。最後ロンチェ、まあ、5500ぐらいいけるかな。強いね、やっぱね。ゴー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 ということで、さあもうワンプレイやっていきましょう。まあ大体あれぐらい平均出ると思います。めっちゃミスってない？これ最悪なんだけど。
やってるねこれ。いや、やってるんだけど。まあそれでも5000枚いきたいね、やっぱ。でこれすぐにでも、よし、いえ31秒、これはまずいって、マジでまずい、これはマジでまずい。マッハでフィーバーイン、いやマジで5000は行こう。マジで5000は行こう。振り越しないです、ないです。最悪なんですけど。まずい、マジでまずい、これ非常にまずい。非常にまずいです。やったんだ、だだだだ。やらかしました。まあでも4500と5500なんで、まあギリギリ平均5000ですね。4000超えてても十分強いですけどね。はい、っていう感じで、まあ強さは見せれたかもしれんけど、なんかあれですね、個人的に納得いかないプレイになってしまいましたけど、はい、まあこんな感じでね、本当にスキル1からマジで使えるツムなんでね。まあ3月1で1日だったっけ、1日1日目なんで、まあ、ガッソンとかマレウス狙いで引いた方なんかは持ってると思いますのでね、まあちょっと引いてみてくださいじゃない使ってみてください。基本パスカルをロンチェでやっていくと。でロンチ難しい時はちょっとサブツム消していってですね、つながりやすいように調整していくと、あとフィーバーインとかの調整がうまくできれば、まあ自分ぐらいには稼げるようになると思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。